か乗ったかもしれないですね。サバだよ。なんですかね。明確だったね、でも。はい。明確な当たりだって。明確な当たり。ただでも引かないんで。壁の望みは薄そう。ああ。まあでも我々やってきた中で引かないサメとして有名な夢ザメじゃないですか。あとアイザメと元禄。割と元禄とか引きません。まあ最後だけか。はい。確かに。最初分かってて気づかなかった。しばらく行ってなかった時間の筋肉の衰えがやばいです。確かに。ただちょっと小物中物狙いで一本細い針な針すなんですけど。いやー、そっち来てるとやばい。はい。右糸何号です。右糸は。30です、ね、もういつもと変わらず。聞いてんの？あっちかい。実際引いてないです。引いてねえってよ。引いてねえってよ。ただこの振動で、船の振動だって。もうイカ一本かけていいんじゃない？こんだけ当たりあんだったら勝負かけます。うん、俺もかけるよ。ラリーか一本かけするよ。できれば先にこっちのつけてあるやつを先に使ってもらえる。ああ、オッケーオッケー。鮮度悪い方。僕それで結構来てる。あ、そっか。熱い。青い。この。下には赤がありますよ。赤い餌もある。赤こっちですね。あと何ぐらい？あと300ぐらい。300メートル。今巻き始めてどれぐらいですか？5分。巻くの早いね。やっぱ300メートル5分でしょ。西野さん、こういう競技作ればいいのに、鉛つけて。手巻き。キャスト競技があるんだから、巻く競技もあってもいいはず。ただリールの規格を揃えないと、せいろさんみたいなの持ってこられたらもう確かに。あ、でもいいんじゃないそれ。あと300ぐらいらしいです。いや、大丈夫です。たまみ網大丈夫？いや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 、おい、冗談やめとけもんな。え、昔カモビよく使ったのね。あ、本当。はい、魚取りに。バレたら、あ、バレたら飛び込むんだよ、ちゃんと。あ、はい。お船長置いて、あい、じゃああげてくださいっつって言ってましたよ。切ってますね。あ、もうちょい。150ってところですかね。50。何が出るんだろうね。網いる感じの雰囲気。網は欲しいですね。お。多分後ろの網じゃないですか。ああ、ちっちゃいじゃない。出川は。じゃあちょっと様子見て。はい。出す。あと100ぐらいなんで。お。その辺を。伝えといてもらっていいですか。船長に？まあ、網ある人に。そうくん？はい。そうくん、あと100だって。網の準備。後ろ。船長もいい弟子ができたね。そうくん。お、玉網を取るのは頭から入れるんだよ。そうくんですね。はい。タモの経験は慣れてますか？昔なんていうの、カンスの昔磯遊びとかでタモを何回も使ったので。ああ、じゃあ自信ありね。そうですね。結構慣れてきました。ハゼとは違えぞ、多分。そうですね。いけるかな。浜で草フグ取ったりとか。西野さん、草フグと同じすくい方で大丈夫ですか？一応すくうの慣れてるの。あとどんぐらい？これを釣ったらよ、でかいの釣ったらよ、カメ開いてんから、開いて水入れてないけど、あとでちょっと水入れて、そこの中突っ込んでるべ。容器がいいから、クーラーが置いてあるところ、そこ。真ん中、メガネ落とさなきゃいいんだけど。大きさにもよるけど、まあとりあえず入れたら網の枠は海面に出しちゃって。あと何メーターぐらいか。あと560ぐらいですかね。ここですよね、僕って。あれ、ボケ。なんだろう、気になるね。ほんと上がってきたからってあんまり興奮するなんですね。いや、いつも本人よりも興奮しちゃう方がいるんで。どちらの方で？この左、奥のああ、知らん顔後ろ戻ってんだけど。なんで死体見て言ったみたいな言い方したの今。死亡推定時刻みたいな言い方したな。そろそろかな。あ、何にしてもこれぶっ壊れないよ。食ったんだけど大根だから。まだ8、すごい。直してね、8。まだか。あ、なんかついてるぞ。お、でかい。お、どうでかい。あ、これそのまま上げちゃう。はい。お、でかい。これは。え、世界記録いったんじゃね？かもしれないですね。やべえやべえやべえ。マジでけえ。これでかくないですか？いや、それいったんじゃねえの。俺が釣ったやつよりでかいよ、前。ちょっと。